ブライトコプフウンとヘルテル社は、ドイツの学府出版社である。現存する、学府出版社としては最も歴史が長いことでも、知られる。社名は1719年、ベルンハルト・クリストフ・ブライトコプフがライプツヒにて、創業し、1795年に、ゴットフリート・クリストフ・ヘルテルが会社を継いだことにちなむ。日本語では略して、ブライトコプフと呼ばれることが多い。 ブライトコプフ社では、現在、1000人の作曲家による8000曲の楽譜と1万5000冊の書籍を取り扱っている。1807年、ヘルテルはピアノの製造にも乗り出し、この部門は1870年まで続けられた。なお、これらのピアノは、フランツリストやクララ・シューマンに高く評価されていた。ブライトコプフ社は、ハイドン、ベートーベン、メンデルスゾーン、 シューマン、リスト、ワーグナー、ブラームスといった作曲家と同時代からすでに存在した会社であり、彼らの楽譜の出版もリアルタイムで手掛けている。このような習慣は現在でも受け継がれており、ニコラウス・フーバー、ヘルムート・ラ・ヘンマン、ウド・チン・マーマンら現代作曲家の作品の出版も手掛けている。その他、モーツァルト全集が初めて出版されたのは、 ブライトコプフ社によってである。ありがとうございます。